じゃあ早速このワールドツアー行きましょう。今映ってるのが僕です。本当ね、皆さんなんでこんなキャラなのか、何をモチーフにしてるのかと思うかもしれませんが、ないです。僕はオンラインゲームとかやるときは絶対おじいちゃんを作るんですよ。僕はおじいちゃんを作りたいんですよ、いつだってね。だからシワシワにまずするんです、顔をね。で、なんだろう、歴戦のなんか達人みたいなものをキャラを作っちゃうんですよ。ただね、このワールドツアー最初の初期の服がタンクトップだったんですよ。おじいちゃんだとね、こんな感じになっちゃったんですよね。ミスりました。まあ、理想の体型です、僕の現時点での。これが多分僕年末ぐらいにはこの体になってますんで、今のうちによく見といてください。で、このワールドツアーなんですけども、僕もまだちょっと序盤までしかやってなくてですね、どういうモードなのかを説明いたしますとですね、この私野田クリスタルのこのアバターですね、まさにこれ野田ですね、野田ルシムなんですけども、こいつがですね、このいろんなこう街を散策していくんですよ。要するにこれね、見てください、もう街中のこれレベル書いてありますよね。こいつらもう追ってくるわけですよ、こうやって。で、街中でね、もう喧嘩売れるわけですよ。死ねバカ、ほらもうこっから対戦始まるんです。ほら、やばくないですか。今どういうモードになってるの。もう僕知らないキャラなんで、知らない技使ってるんで、もう適当です今。それでも勝てますから、これ初めての人でもね、適当押しで勝てます、これ。イエーイ、もうガチャ押しです僕今やってること。治安悪いです、この街。恐ろしく治安悪いですよ。メトロシティですよ。メトロシティがこう歯が、まあ、ファイナルファイトやってた人は知ってると思うんですけど、ここメトロシティなんですよ、あの舞台の。ご飯とか落ちてたあそこで歯が市長、選択できた歯が市長いるじゃないですか。あの人が多分もうこのメトロシティをうまく収めた後の世界なんじゃないかな、確か。治安悪いですよね、だいぶ。全然良くなってないですよね。ブラジル行っていいですか。世界飛び立てるんですよ、いろんな場所。ブラジル行くとブランカいるんですよ、ほら。すぐ出会えるんですよ、ブランカに。こんな、なんか観光スポットみたいになっちゃってるんです、ブランカ。ブランカちゃんがすごいお話上手になったのかな、ブランカ。俺は虫から身を守るためジャングルの力を借りた。草や花を絞って体に塗ったのだ。そうらしいっすよ。知ってました皆さん、ブランカの色って地肌じゃないんすよ。草とか練り込んだんすよ、ちゃんと。舐めないで。ナスディと同じっすよ、やってること。そうなんですよ。やった、ブランカ新しい話聞ける。なんか新しい話してよ、ブランカ。お前強くなりたいと言っていたな。俺はジャングルから野生の強さを教わった。それを教えると、はい、教わった。ブランカフォトモードでのポーズ決定戦なんかあるみたいだな。まあどれか分かんないからまだいいか。この辺のねキャラ、確かねブランカの技使うんですよ結構。この弟子入りみたいのがあって、何これ全然違った。何このキャラ、めっちゃ物投げてきたんだけど。何このキャラマジで。何
なんてキャラこれ、何工具なジェシー。確かに回復しよう。これね、戦闘中に回復できるっていう、ね、新しいシステムで良くないですか。そうですね、腹筋割れてるから体脂肪 20% 以下ですね。ブランカはこいつも体脂肪相当低いけどな。でもこれ骨盤がこう後ろに下がって膝が前に出てないんですよね。姿勢として野生としてこの何て言うんですか、理想のスクワットの体型というか、お尻がでかいですもんね。やっぱ新キャラ皆さん見たいんじゃないですか。今回からね、新キャラ現れましたよ。結構もうインパクト強いキャラです。これマリーザ、女子です、この人。肌綺麗なんですよ、よく見たら。ちょっとプレゼント渡していいですか。マリーザ、ありがとう。ちょっと新しい会話。人類最古の格闘術さ。いや、ムキムキだけどね、こいつ強いんだよね。うん、だんだんでも可愛く見えてくるんですよ、不思議なもんで。こいつのね、マリーザとの戦いね、見てほしい皆さんに。うん、すごいパワフルだから。あ、スポブラスねみたいな感じで、世界各地、これでまだまだいろんな世界があって、各国にこのストリートファイターに出てくるキャラクターが待ち受けてまして、そいつと戦うとそいつの技もらえるみたいなシステムですね。で、要するに今は僕そのキャラいますけども、いろんなキャラクターからいろんな技もらえるんですよ。だから竜の技使えたり、それこそブランカの技使えたり、複合して一つの最強キャラを、自分の理想のキャラのを作れたりするわけですよ。それがね、ほんと画期的なシステムで、うん、そうそう、どんどんこの成長していくみたいな。そう、自分の好きな技で自分の理想のコマンド入力作れるみたいな。で、このストーリーをどんどん進めていくみたいな。こいつが歯が白いね。